マルスゾウカブトは、昆虫湖昆注目カブトムシカゾウカブト属に分類されるカブトムシ。種小名は、ローマ神話の軍神マールスに由来する。ペルーやブラジルなど、南アメリカ大陸に分布する。体毛が生えないタイプのゾウカブトとしては、アクティオンゾウカブトと並び世界最大級で、オスの体長は最大個体で130ミリメートルに達する。体重は最大個体では、 約5 0ムに達する。本種は、メスも大きく、日本のカブトムシのオス並みの大きさとなる。外見は、アクティオンゾウカブトに似るものの、カラーアクティオンとは区別される。爪が大きく力も強い。木の上で生活していることが多い。本種は、コーカサスオウカブトほど凶暴ではないものの、エレファスゾウカブトなど他のゾウカブト類と比べると、闘争心が強く、気性が荒いと言われている。 ただし、角が上を向いているため、敵の元に入れて持ち上げることはできず、戦闘の際は、アクティオンゾウカブトなどと同様に、体格を生かして敵を押し出す戦法を取る。大きな体を建前足を振り回して威嚇してくることもあり、あまりの迫力に恐れをなして逃げてしまう敵も多い。他のゾウカブト類と同様に、幼虫期間が長く、成虫になるまで2年ほどかかる。 ありがとうございます。